日本一の阿ス和川桜並木阿ス和川とコシ北線の橋梁阿ス和川東市港阿ス和川は福井県を流れる河川。九ズリ川、水系日の川の支流である。福井県今立郡池田町の冠山を源に発疹北流。福井市に入ると国道158号に沿って西に向きを変える。福井市の中心部を流れ。 福井市大瀬町付近で日野川に合流する。福井市街地の堤防に並ぶ日本一の桜並木は桜名所百選にも選ばれている。たびたび水害が起きているが、最近では2004年7月18日に梅雨前線による洪水で多大な被害を与えた。水害が起きる原因として福井市の市街地に入ると急に川幅が狭まって蛇行すること。 アス川に架かる橋が古いために橋脚が多く、川の流れを妨げてしまうということが挙げられる。事実、2004年の水害は、カーブ外側の堤防が水圧によって破定した。戦国時代には、浅倉市の本拠地の市城谷から九ず川川口の三国港への水運が盛んに行われていた。江戸時代には、福井の城下から三国港への水運が行われ、 特に、アスワさんの特産である、シャクダニー氏は主に、この川運を利用し三国から移出された。アスワ川を水源とするアスワ川用水は、平安時代に、昭園での稲作のために改作された、灌溉水路で、南北朝時代に、朝倉市によって拡張され、江戸時代に、福井藩が改修し、現在に至り、福井市南東部一円約800ヘクタール。 別流の徳光下栄洋水も約400ヘクタールの農地を潤している。2006年に疎水百選に選定され、2016年には国際灌溉排水委員会の灌溉施設遺産に登録された。2004年7月18日の平成16年7月、福井豪雨は特定箇所への異常集中豪雨が最大の原因であった。 福井市の市街地に入ると蛇行が多くなる上に急に川幅が狭まること、市街地で橋梁が多く、橋桁で水がせき止められ、仮設道路や焼いたの影響も多少あって堤防からの腰流に至った。堤防天場が舗装されていない腰流に弱い箇所で破堤に至った。中小河川では、 腰流しても数時間の腰流であることから、その時間だけ波定せずに持ちこたえられるように、ミンチ川堤防のノリ面を補強すること等の対策が、ハード面の短期的視野での治水対策として、国土交通省の緊急アクションプランに挙げられた。土木学会や国土問題研究会などの、アスワ川豪雨調査でも、腰流しても波定しない。 堤防補強が対策と第一に挙げられているこれと並行して長期的視野での治水対策としてダムによる洪水調節も再検討されるに至った。アスワ川には国土交通省によって多目的ダムであるアスワ川ダムが1983年より計画されていたが水没世帯188個に上るためも烈な反対運動が起こっていた。全国で ダム建設の是非をめぐる論争が繰り広げられた1990年代、特に賛否が紛糾しているダムの一つとして、アスワ川ダムは、アスワ川ダム建設事業審査委員会や、九ズ川流域委員会といった外部指揮者による諮問機関に、その建設の可否を探らせた。結果、現行のダム計画は、住民の犠牲が大きく、容認できないとの理由で1995年、 凍結された。この間国土交通省は、く流川流域委員会や福井市等の明日和川、流域自治体等に、ダムの代替案を提示し、様々な選択肢での治水対策を検討していたが、その矢先に、平成16年7月福井豪雨が発生した。明日和川は、福井市内を貫流していることから、 堤防補強が第一の対策として挙げられているものの、実際には、鉄道、橋梁の掛け替えや多大な住居移転が伴うために、保証額は、莫大なものになることがすでに、アスワ川ダム大体案で示されていた。このため支流のヘコ側に高さ130.0メートル、総貯水容量7000万トンの治水ダムを建設する、計画を、国土交通省は示した。これが、 新、アスワ川ダム計画であり、普段は貯水せず洪水時には、アスワ川等から導水し洪水を貯留することで、洪水調節を行おうとしている。国土交通省資産では、堤防補強や放水路、遊水地よりもコストを圧縮できるとして、福井県や福井市、流域住民等に理解を求めた。一方、元来、ダム事業等の公共事業に批判的な、 日本共産党の県議党で作る国土問題研究会は、アスワガーダム計画に対し、十分議論されていないうちに、集水面積が極めて小さくなり、効果が疑問視され、その上建設費が高くなったダムでの対応を進めようとしているとして、ダム建設には反対の姿勢を見せている。福井豪雨においては、 同じくず流川支流の真名川において、アスワ川流域を上回る豪雨となったが、真名川ダムや佐相川ダムといった多目的ダムの洪水調節によって、下流の大野市等では、堤防骨支流や決壊による浸水被害がほとんど見られなかったという事実もある。豪雨被害の当事者である福井市や流域の住民はおおむねダム建設に理解を示していると言われ、 2006年1月に国土交通省はダム建設計画を正式に発表。福井県や福井市もこれを認める方針を出した。しかしながら一部からはダムという選択肢自体を認めない姿勢を持つ意見もあることから流域に全く関係ないダム反対活動家等が参加し紛糾することが予想される。こうした治水計画において大事なのは 関連論を排除しすべての選択肢をオープンに議論することであり、密室での議論や感情論は廃さなければならないことであると言われている。福井市の阿蘇川の桜は、明治三十九年に福井市内で阿蘇川北岸の石垣工事が、竣工した際、南岸堤防に桜、替えで千本を植えたものと、昭和二十七年戦災復興の記念としてに、青年グループが、 土手の両サイドに植えた桜である。土手そのものはソメイヨシノの並木で、事例は60年以上になるが桜が置いている上に、堤防が2004年福井豪雨の被害で崩れ、洪水で激突事業が適用されるほど荒れた状態になる。桜百選で観光客が来る名所で、地元福井市には他に名所がないため、 県と国の事業である激特に消極的もしくは反対であったが、ソメイヨシノはもう10年ほどしか持たない老木であることに加えて、元来クローンであるソメイヨシノだけで覆われている。桜の名所では、生態学的にも問題があると判断され、一斉老化のソメイヨシノだけの植栽を、ホンダ六の手による、明治神宮の森をモデルに、多様性植栽に切り替えていく。 停滞の福音を増しそこにいた種類の桜を入れ、事例についても様々な組み合わせで、植樹計画を策定。こうして、既存の桜は、間もなく寿命が来るがそのうち丈夫なものは、残すことにしている。もともとは伐採の了解を得るために提案しているが、新しい時代の永遠に持続可能な桜の、名所づくりをテーマに、既存の元気な桜は移植し、 新しく広げた包み部分に新しく20種類以上の桜を植える。また一つ一本の桜の高さを変えている。多くの桜の名所の問題は、同例の苗木を一気に植えることで、生態学的には、いろいろな種類といろいろな高さが混ざって持続的に安定する多様性と多層性が基本と見ていた。こうして、桜は、 地元協議会と専門家を交えて検討し、山桜特に毛虫がつきにくいなど、川浦に足したような樹種の桜を植えるが、環境の合わない一部の桜は弱っている。このほか、伐採した樹木や枝は引き取り手を募集、利用計画や覚書などを交わして、有効利用してもらったという。疎水百選のページ。福井県。2017年11月18日閲覧。 世界灌漑施設遺産全国水道里ネット2017年11月18日閲覧平野国土技術政策総合研究所緑化生態研究室新紙58ありがとうございます